はい、皆さん、こんにちは。お疲れ様です。ヒロシの時事ニュースチャンネルですえ。今日はですね、こんなニュースが飛び込んできました。えこれですね、え衝撃画像、え公開捜索え、ゴミ放置の極悪家族に無チ切れ激怒大炎上え、キャンプ散らかし放題で犯人探し、えすぐに謝罪をっていうねえ、こういうニュースなんですよ。え、何まだキャンプ片付けのやつなんかいんのと思ってたらですね、これちょっと予想外に、予想以上にひどかったんですよ。これね、猫汁さんってね、ちょっとヒロシの、ちょっと親近感感じるね、同じ猫同士、親近感感じるですね、ちょっとあの、方の、 ツイートなんですけど、まあ、これ、昨日、おとといのね、11月14日、15日に、和歌山県、これ、串本町、紀伊大島の、えー、これ、白の甲でいいんですかね、これね、ちょっとこれ、読み方は検索しても出てこなかったんだ。ね、キャンプをしていた人たちはこのようにしていきましたっていうことで、これ、あとで読んでいきますけど、汚ねんだこれ、これ、見て、これがまだ。やば、これ、伊勢海ビかよ、これ、自分で撮ってんじゃねえの、これ、海で、これね。思うんだけど、まあ、ちょっと非常にね、これはね、ひどすぎるんで、 で、これね、ぜひ拡散よろしくお願いしますって書いてあるんで、ちょっとね、後で拡散していきます。後でね、ツイート、リツイートしちゃいますから。はい。ということで、これね、もうニュースになってるんですよ。だからこのニュースの全部読んでですね、その後にね、ちょっとあの、さっきのツイートも読んでね、いやいやちょっとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。えー、これ、白の子の環境問題。ごめんね、これ白の子じゃなかったらちょっと、あの、ちょっと誰か連絡ください。はい。すいません、あの、白の子読み方とかで、ね、検索しても出てこなかったの、ほんと申し訳ないね。汚ねえな、これ。しかもこれ、直でこれ焚き火してんじゃないのこれ,これ、やだね、これ。なにこれ。なんで片付けないんだろうね、不思議だよな。 ああ、これなうん。 あまりにも無慈悲で極悪な出来事が発生しインターネット上で多くの人たちが無事気で激怒しえ大炎上しているえ美しき太平洋を眺める港でキャンプをした無法者の家族がゴミを放置したまま立ち去りえキャンプした一帯がゴミだらけになっているのって家族でやんなこれ何ドキュンたちがやってんじゃなくてもうなんつうんだろうな家族家族でやってるっていうのがちょっとなーってなんかこれツイートにも書いたんだけどやっぱ子供とかにもこれすごい悪影響だよねホントにワいワいズねこんなに楽しい楽しいっつねもう,もうまさに獣フレンド みたいな感じでまあちょっと獣フレンズに必要やから、うん、だからその子供が真似しちゃうじゃないですかあこれでいいんだって楽しいっつってあ片付けなくていいんだこのままでいいんだ楽しいって思っちゃうとやっぱそういう子供が大人になりますんでねもうここら辺はねしっかりちょっとね大人が手本を見せていただきたいですよね。うん く片付けずに帰った悪行家族もうすごいねえ物議を醸している場所は和歌山県の串本町大島にあるえ白野子。ここでキャンプをした子連れの極悪家族がゴミを散らかしたまま帰ってしまいえそこには大量のゴミが放置これ誰が片付けると思ってんだっていうことでね我が物顔で欲望のまま飲み食いした酒魚介類え果物のカスだけではなくえプラスチック容器や缶ビニール箸スプーン類を放置しまっ 全く片付けずに帰ったのであるとねねででまさに秘宝だよ、ねうん、でゴビの写真を確認してみると燃えた様子もありこの場所で火を使用し燃えかすも放置して立ち去った可能性が浮上しているこれ危険なんだぜほら砂に埋めたりするんだよねバカってあの炭をさそれでさ裸足のままさこう歩いてる人その砂の中にさ足埋めちゃってボンってものすごい大やけどして、えー、大変な大けがをさせてしまうこともあるんで。 こういうのはね絶対片付けして帰ってほしいですね。さらに密漁してエビを食べた可能性もあるようだね、なんか一星エビあるよね。 ここにね、ほら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 、えっ、ー、と、確かあったよね。うん、こんこれ、これ、わかる、わかりますスマホ見ようしごめんね、もうちょっと小さくて。伊勢エあるっぽいからな、本当に密漁してんじゃねえよ、お前ら、みたいなね。そんな感じだよね。で、ゴミ家族に無事切れ激怒するのも当然。まあ、そりゃそうだよな、こんなこと。だって、他人の庭でこれやったら完全犯罪っていうか、どんだけ怒られるかっていうことだよね。うん。えー、そんな、えー、鬼畜家族に無事切れ激怒した地域住民は、このままではキャンプ、えー、キャンプ禁止、遊泳禁止、 釣り禁止の可能性もあると話しており、はぁ劣化のこと、これフンド、ふんど。当たり前でこれ、ふんどでいいんだよね。ふんぬ、ふんぬ。ごめんね。ふんぬ、ふんど、ふんど。すいません。多分、ふんどだと思うんでど、どっちでしょうかね。すいません。ふんドかな。うん。とにかく、こんなバカ家族がこんなことやって、なんでもかんでも禁止、禁止、禁止、禁止ってなるの、ほんと耐えられないよね。みんな楽しくルール守ってる人たちが、かわいそうじゃん。ルール守んない一人の家族ね、もう、あの、なんか一匹っていうか、ね、そういうグループが、グループの家族がいたために、 みんなが禁止になるっていうのは、ちょっとおかしな話っていうかさ、すっげえ残念な話だよね。うん。で、それをツイッターで報じた人も苦言を呈し、インターネット上でこの事実を知った人たちを無事で激怒しえ、大炎上状態になってると、これは炎上しますわ。だってこれ、ヒロ例えば、たまあ、ヒし庭持ってないけど、自分の,庭の家の庭とかでさ、こんなことをされたらさ、そりゃ怒るわな。怒るつかも通報だよね、そういえばね。そういうことやってんのと一緒だからね。見てこれきったね。誰が片付けると思ってんだよ、こういうのさ。 本当許せないよ、ねうん、なんかまあマナーを守るとかそれ以前の問題なので人間としての問題だと思いますよね、うん、なんかちょっと本当に日本人なんですかとかねちょっと思っちゃいますけどねヒロはねおいおいみたいな感じでもうなんかやっぱ燃やしてない、うん、なんかちょっとみかんとかもそのままじゃんもうどうしようねえなこういうのな あのね、ヒロシもさ、まあ昔若い頃ね、こういう、まあ、バーベキューとかキャンプとかやってさ、みんな帰っちゃったりすんだよ、途中で、じゃあ俺帰ろわって何もせずに。でさ、残された人間がさ、な,なんで俺たちな、なんで俺が自分の分だけやんなきゃいけないなんか、なんで俺がみんなの分だけでやんなきゃいけないんだっ,つってさ、 残りのやつの方帰っちゃったりするんだよね。あの、やらずに。うん、自分の分だけ。あ、伊勢エビだ。うまそう。ね。なんか、んか俺は自分の分だけ持って帰るから、あとはよろしく、みたいな感じで、残ったやつも帰っちゃうっていうのが、うんあ、そういうことがあったんで、うん。で、あ,あの、正直ね、もう、なんつうの、傍観者っていうんですかね、うん。そういう人たちもですね、同罪だと思いますよ、被害者。傍観者、傍観者。ね、もう見て,る見てる人たちもダメ。最後はね、みんなで片付けるっていうのが一番重要ですから、俺は自分の分は持ち帰ったんで、俺は無罪だっていうのはね、やっぱちょっと通じないと思います。はい。もうこういうのでだ はね、連帯責任でいいいと思いますよ本当にもうみんなでやってんだからもうみんなで「お前ちょっと片付けろよ」つっ,ってね、うん、そこら辺は、ね、もうしっかりやってほしいなと思いますが周りのしっかりマナー守ってる人たちができなくなっちゃうわけですから。 これはとんでもないこことですよ、うん、これ事件ですすよよれ事事件件、うん、無慈悲な非道家族のゴミ放置画像って書いてありますね本当だ実際にゴミが放置された様子を写真で確認してみると確かにこれはひどいえどういう脳内構造をしてればえこんな状態で立ち去ることができるのか本当だよね、えー、理解に苦しむ以下この時代をインターネット上で放置た人物のツイッターコメントであるね本当だってこれもうもう,もうキ奇妙奇てるつな,もうなんだろうもう なんだ、もう、頭の構造君を着てるやつの頭の構造してるよね。もう、うん、なんか見てみたいちょっと失礼、バカッつってね。うん、あ、脳みそ入ってなかった。みたいなね。もうそんな感じだよね。うん。えツイッターのコメントって書いてあるんですけど、まあ、これはツイッター見ていきましょう。はい。ということで、次、ツイッターに移行します。ね、ねこじるさんですね。えー、昨日一と日の11月14日、15日に和歌山県串本町紀伊大島の、シラノコ、すみません、読み方ちょっとごめんなさい。シラノコでキャンプをしていた人たちがこのようにしていきました。うん。 地元の人たちは怒り浸透です。ほんとはこれ地元の人間じゃなかったって怒り浸透だよ、ほんなら。画像の異性エは密漁の可能性もあるのでえ、このままだと警察に届けなければいけなくなるとのことで、え大事になってしまいます。もう大事だよ、これ。本当にもうちょっと。よくねえけど、いいね、しょうが。で、リツイートもしちゃいます。はい、これリツイートですよ、こんなの。もう拡散しまくんぞ、ほらー。ね。なのでえ、このツイッター上で本人もしくは知り合いがここに行ってたのを知って、 ててるるといいう人はすすぐに謝罪するよ伝えてください本当だよ。速攻謝罪だよ、こんなの。ね。え地元の人たちは、このままじゃ、キャンプ禁止、遊泳禁止、釣り禁止の可能性もあると言っています。ぜひ、拡散よろしくお願いします。これ、とんでもない,い本当だよ。ちょっとこれ、もうこれもリツイート、リツイート、本当に。知ってる人いたらね、ちょっと広、ヒロもう、いや、どこに連絡していいか分かんないですよ、人がいたら、まあ、猫汁さんに連絡は、ヒロシでもいいですよ、本当に。もうどもうちゃんと連絡してくださいね、本当にもうの。何ヒロシや。まあいいや。ヒロシが言ってあげるよ。<laughs> もしいたらね。 ダメダメこんなの本当に見てこれこれがまた子供連れだったってのが腹立たしい子連れかよってねこれ親として人間として恥ずかしくない行動してもらいたいものですっていて 本当だよね。だからもう子供がこれを見て育つわけですから、本当にさ、まあよくねえけど、いいねしとくわ、本当にリツイートもしとくわ。ねあお父さんお母さんがね、このイエーイ、ウェーイって酒飲んでイエーイって密漁した伊勢海老おいしいっつって食べて、みかんの皮もそのまんまでて、ぽい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 っつって、わあ楽しいジジ、こんなこと普通にやっていいんだっつってさ、子供もそうなりますから、うん、ごめんね、お父さんとお母さん間違ってったら怒られちゃったよ、みんなにって、ここらへんはね、ぜひ子供に伝えて、子供にも謝ってほしいなって思いますね。うん、本当でもこれほら、キャンプは 来た時以上にきれいにするのが常識。こんな人はじゃあ居酒屋に行ってください。まあそうだよね。うん。まあ、居酒屋でもあんまりこんなことしちゃいけないけど、まあそうだよね。まあワイワイ、ワチャワチャやりたいんだったら居酒屋にどうぞですよね。うん。えー、っと、本当にね、まあみんな確かにね、もう怒り浸透ですよね。大事にしていいかとかね、警察を動かさないと反省しない人間は何をしても無駄とかね、本当最悪ですよねとかね、いっぱい書いてありますね。今後のためにも通報するべきですとかね。うーん、まあでも確かにこれはね、ちょっと、なんだろうな、まあ、あのー、 悪意悪意っていうか何も考えてなさすぎますね。うん、これ見て一整備密用までしてる可能性があるってちょっとやばくね密量だよ本当にあのベトナム人の動画じゃないんだけどさねもしかしてこれ YouTube とかに撮ってさイエーイとかやってる可能性もあるからさ多分検索したらこれもうすぐ見つかっちゃうんじゃないよこういう家族って。なほらすんげえインスタとかさ Twitter とか Facebook にこういうのあげてそうじゃんイエーイっつてだからなんだあのー。 きあのなんか、あのきあの和歌山県行ってきたぜイエーイみたいな感じで、なんか多分みんなこ、こういう人たちって絶対 SNS やってると思うんだよ。だからね、多分ね、調べたらすぐ分かると思うよ、本当にこんなの。ね、うん、なんもう、これもう、ブチギレ激動大炎上、ブチギレって、血管切れて死にますよ、ヒロシだったら、こんなことされたら。もうふざけんじゃねえつって、うん、もうね、 しかもこれがさ、これプラスチックゴミとかいっぱいあるわけじゃん。こういうのさ、ね、こういうのがさ、海に流れてウミガメが食べたとかさ、クジラが食べたとか言って大騒ぎになって、それでまたレジ袋の流量みたいな、そういう感じに繋がっていっちゃうわけでしょ。だから、だから大迷惑なんですよ。本当に。だからそういうことやめてください。本当に。はい。だからこれ、広瀬の放送見てる人あ、これ俺だわ。私だわ。っていう人がいたらですね、もう速攻早く謝罪、謝罪、ね、謝る。ね、やだな、なんかかっこ悪いなとかさ、やべえ、みんなから怒られるのやだなって、ほっとこう。ほっといたら、これ本当警察沙汰になって捜査が始まりますからね。多分ね。<laughs> 多分っていうか、 多分なんじゃないだからこれもう違法だもん。違法だよ、こんな。ダメに決まってんじゃん、これ。人んのちの、だって自分の土地じゃないわけでしょそこにぽい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 、ゴミ捨てまくってるわけですから。これはもう下手したらね、ほんと、退位法ですよ。退位法。はい。ですので、まあ別に、脅すつもりはないけど、本当だと思うんですよ。だって、こんなことじ、人の他人の庭でやってごらんなさいよ。ね。とんでもない犯罪ですから。なので、ちょっと、あ、これは俺だわ、私だわって言ったらですね、もう謝るのが一番グッドですよ。本当に。うん。それが一番。もうベスト。 あのもう速攻すみません、私がやりましたって言って、片付け、もしくは、ちゃんと謝罪して、二度とやりませんってってね、土下座するしかないですね、許される方法はね。はい、あと、子供にも謝るということですね。はい、ということで、今日はこのらいにしておきます。ありがとうございました。で、これでまたね、多分ね、どうなんだろうな、あの続報が入ってきたらね、やっていきたいと思いますので、もしね、チャンネル登録とかね、えー、チャンネル登録ですかね、そういうのはしてくれると、またそういうのをやっていく励みになりますのでえ、もしよかったらよろしくお願いします。はい、ということで、今日はこのらいにしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。